地産食材で簡単クッキング、藤沢ごはん。こんにちは、井上瑠奈です。小林恵子です。今回はサバ缶で作る出汁を効かせた和風カレーを作ります。カレーに大根が入るんですね。はい、今回はサバ缶を使って食べやすい和風にアレンジしました。12月の食材は藤沢さんの大根を使います。今回は大根たっぷりのカレーです。材料4人分はご覧の通りとなります。さあ、まず大根ですが、はい、どう切りましょうか。こっちの大根は皮付きで角切りにしていきます。そして今回葉っぱも入るんですね。はい、はい、余すことなく葉っぱも後でほうれん草と一緒に茹でていきます。大根は皮を剥かずに2センチの角切りに、人参も皮を剥かずに1センチの角切りにします。さあ、大根はどうしましょう。はい、これは水から15分ほど下茹でしていきます。大根を下茹でするには何か理由があるんですか。はい、大根を柔らかくして出汁がよく染みるようにしています。茹で上がった大根はザルに上げておきます。沸騰した鍋にほうれん草と大根の葉っぱをそれぞれ入れて1分ずつぐらい茹でます。茹で上がったほうれん草と大根の葉は水で冷やしてよく絞り、それぞれ2センチ幅に切り分けます。大根と人参を出汁で煮込んでいきます。この出汁は昆布と鰹節でね、あらかじめ取った出汁ですね。はい、火にかけてどれぐらい煮込みましょう。弱火で15分ほど煮込んでいきます。はい、よく煮込まれたようですね。はい、そうしたら先ほど茹でたほうれん草と大根の葉っぱとサバ缶を入れて、うん、缶詰丸ごと汁ごと入れていいですか。はい、サバの水煮缶の汁も丸ごと入れて大丈夫です。はい、最後にカレー粉を入れてよく溶かしていきます。これも具材は全部よく煮込まれているので、はい、溶けたら完成ですか。そうですね、そこまで煮込む必要はないです。うん、これでサバ缶で作る出汁を効かせた和風カレーの完成です。大根がね、ゴロゴロ入ったカレーなんて私食べたことありません。はい、実はおでんで余った大根も使えるように作ったメニューなんです。あ、そういう使い方があるんですね。はい、だから和風味で仕上がっているということなんですね。はい、そうです。皆さんもぜひ作ってみてください。出汁が染み込んだ大根のカレー、お試しください。